2015年7月ドラマ、火曜日夜10時、フジテレビ系列、関西テレビ制作、ヒート。不動産会社のエリートビジネスマンが、町を買収するため、素性を隠して消防団に入団。そこには、一般市民でありながら、懸命に災害から住民を守ろうとする消防団員たちの姿があった。価値観の全く異なる彼らと、時にぶつかり協力しながら自分の利益第一が信条だった男はいつしか人を守る喜びを知ってゆく。ドラマ史上初の消防ヒーローが誕生。ということでね、公式サイトのイントロダクションによると、このドラマは総務省消防庁及び東京消防庁の全面協力のもと史上初となる消防団を舞台にしたドラマ。キャスト陣も実際に都内の消防学校で防火服の着脱訓練や点灯作業、放水訓練などの実技を経験した上で演技に挑みます。地域の防災にひたむきに取り組む消防団員の懸命な姿は、同じ一般市民である私たちに改めて防災の大切さを訴えかけます。主人公はヘッドハンティングされて大手不動産会社クローバー都市開発へやってきたやり手エリートビジネスマン池上達也。クールだがうちに熱い心を持ち、自信家で負けず嫌いな性格。大都市開発プロジェクトを成功させようと情報を手に入れる目的で幸雄市消防団第11分団に入団する。で、演じるのはね、エグザイルのアキラ。まあこの枠ではね、 GTO の鬼塚先生っていうのがピンとくるところなんだけど、でも今回はね、目的達成のためには手段を選ばないダーティーな姿はね、これまでの出演ドラマでは見せたことのない役どころね。で、そしてそんな主人公を取り巻く登場人物とキャスティング。まず消防団のリーダー的存在となる女性団員、安住さくらに栗山千明。幼稚園の教諭として働きつつ、消防団の仕事を誇りに思い、団を牽引する心優しいヒロイン。分団の伝統を守りながら団員数を確保し、市民から愛される第11分団復活のために奔走。非公認だが分団長代理。そしてそんな桜が勤める横川幼稚園の教諭補助、渡来泉に小芝風花。専門学校に通いながら勉強中。続いて幸雄消防署に所属する消防士の隊長郷田敦に佐藤龍太。質実剛健で冷静な判断、勇気ある行動、どれをとっても優秀。消防士を率いるリーダーの素質十分。現場の最前線で指揮を取る。それゆえ防災意識の低い池上達也とたびたび衝突する。同じく幸雄消防署消防士白石徹に工藤明日香。主に消火隊員として活躍。郷田を心から尊敬している。それから、幸雄市消防団第11分団のメンバー。靴屋を営む中年団員、石沢聡に菅原大吉。妻、娘からは期待されていないが、家族のために一生懸命働く不器用な男、腰痛持ち、とにかく温和でいい人。同じく、息子を持つ主婦団員、神戸京子に堀内恵子。おしゃべりで噂好き、その情報網は CIA 並み。同じく独身のサラリーマン団員、鳴海雅彦に、まさな牧蔵。窓枠冊子メーカーの営業で外回りを行う傍ら、時々消防団の詰め所でサボっている。同じく自動車修理工場に勤める独身団員、轟周一に鈴木信之。車が好きで寡黙な男。同じく学生団員、松山光平には吉沢亮。就職活動中の大学4年生。アルバイトをしながら就活と団活動をしている。一方、池上達也が勤めるクローバー都市開発社長日比野仁にスマップの稲垣吾郎。若くして会社を急成長させた辣腕の持ち主で、結果を残さない者はためらいなく切り捨てる冷徹な経営者。その心の内は全く読み取れず、静かなる怖さを持つ。難しいことに挑戦するのを好む。社長室でバラの花を育てている。続いて、クローバー都市開発社員、浜田直樹に田中圭。達也の同僚でライバル。幸雄氏とは異なる候補地での開発計画を推し進めていて、達也と対立する。同じく、社員の榊明弘には、井出拓也。達也チームに所属する部下、達也を心から尊敬し、常に手足となって様々な情報収集を行う。さらに、経営コンサルタント、結城絵里に七尾。才女で様々なコネクションを持っている。
達也とはお互い情報交換をしながら切磋琢磨する関係であり、友人以上恋人未満の存在。うん。ということで、とにもかくにもヒート、楽しみにしたいと思いますね。はい。